入ってくるお金が少なくなって出ていくお金が大きくなると結構残り分少なくなっちゃうかなと思うんですけど、それが不安で出せないわけですよね。協力者がいた時の我々の立ち位置がものすごく微妙だなとは思っていて、なんでここに来たかって話です、はい、はちょっと着手順に確保させてくださいね。青ちゃんそんな甘いもんじゃないよ。完全独立しようと思ったら足場を購入しなきゃいけないから何千万ってかかるってこと？かかります。置き場の家賃も6ヶ月先の分の敷金も払って、はい、トラックも用意して事務所も構えて、はい、ってやってると本当何千万、何千万のレベルなんだ、はい、住宅1棟を組む足場材を新品で買おうとすれば100万ぐらいかかっちゃうんですよ。どうしても、まあ、繰り返しは使えるんですけど、うん、やっぱ1回組んだらそれが1ヶ月間ぐらい残るんで100棟分ぐらいとかないとやっぱストックなくなっちゃって足場組めないってなったら困るんで、そのぐらいかかっちゃうんですよね最初は。だからあなたのように一旦独立を考えてもまずはそのもともといた君さんの力を借りなければ、はいはい、なかなかに簡単に独立はできない。そうです、完全独立はそうですね。組さんはなんで伊佐さんに独立を許してくれたの？まあ、その所長の人とずっと仲良かったっていうのもあるんですけど、まあ、一応自分もそう同じ質問したんですよ、うん、そしたらなんかそういう夢がある人に応援はしたい人なんですよその方っていうのは、うんうん、で一応その今ニットでやってるんですけど、ニットはどうしても限界があるんで、まあ、稼げるにはこれしかないっていうふうに言われたんで、まあ、その分リスクももちろんありますけど、まあ、これだったらお金を上げれるよっていうふうに言われたんで、まあ、ちょっとあれですね、今回伊佐さんがこうやって独立することによって組さんは何かメリットがあるんですか？メリットはとにかくその仕事を取ってきて、ただまあはいこれやってこれやってっていう感じでやるだけで一応 40% の売上をもらえるっていう、リスクなくって言ったらちょっとあれですけど。自分たちでは やってない？あ、やってます、もちろん別のチームもあります。従業員の数はそもそも10人とかなんですよ。やっぱその全部回りきれないんで、それは必ず回りきれない分の受注があって、はい、で組で回りきれないものを伊佐さんの方に振ってくれるっていう、はい、あ、もうそのおっしゃる通りです。まあ、実際やったら今の感じと変わらないと思うんですよ。今みたいなそのいつも通り会社行ってトラック乗って現場行ってってで工程も決めてもらってっていう流れは完全に多分今と一緒だと思います。別会社になったからとか言ってこうなんか仕事暇だから休みとかっていうのは多分ないと思います。それは本当にないですかね？それはい、信用してますね。で、あの仕事量もあと一応資料あるんですけど、まあ、とりあえずちょっと多かったんで12月分のと5月分の工程表っていうのをちょっと持ってきたんですけど、ちょっと細かい文字全部読まなくてもいいんでちょっとあれなんで、色分けしてあるんですけど、黄色が足場の組み立てで、オレンジが足場の解体、緑が部分的な足場の組み立て、赤が部分的足場の解体の現場になってて、でその半分から上が自社で回った分、半分から下が回りきなかった分で他社に振った分で分かれてるんですよ。そういうことか、はい、色分けしてあるんでもう色だけ見てもらえれば、ということは例えばこの12月だとこの上の部分は自社で回った分、はい、やった分です、はい、で下が溢れた分、まあ、半分半分ぐらいですか？はい、もうそのぐらいで、そのぐらいの勢いでもう仕事溢れちゃってるんで、で他社に振っても大体 10% しか引けないんですよ、大体その受注金額から。で自分に振ると 40% その基盤も使わせるけど、まあ、40% 引けるからその分メリットである部分です。そういうことやね、はい、まあ、あとはその高速代、ガソリン代、トラック代は自分の経費持ちなんで、まあ、それもかからないっていう。伊佐さんはその作業者の方には結構相場より高い給料を払ってあげたいってことですよね、これ、はい、そうするとあの要は組さんは本来 10% つまり他の会社だったら 90% 自分の取り分のものを、あ、逆ですね、逆 10% です。 10% です。 10%、 はい、あ、10% しか足りない、はい、ん？どういうことですか？だから自分のところで仕事やれなかったって他に回すから、その代わりマージンで店舗だけちょうだいっていうビジネスです。あ、そういう通りです。ですよね。ってことは外注した先は 90% ってことですよね。伊佐さんからしてみたら 60% ってことですよね、はい、ってなるとその本来の相場から言うと伊佐さんの会社は売上が少なくなるってことですよね。あ、当然そうですね。 でも従業員に対する給料も増やすってことですよね、はい、入ってくるお金が少なくなって出ていくお金が大きくなると結構残り分少なくなっちゃうかなと思うんですけど、やっぱ普通の会社構えるともっと経費かかってしまって、その材料費だったり、あ、そっちで、あの、そうですね、家賃とかそういう光熱費とか、あの自分が払わない、今回この事業プランで払わない分の経費が見えない経費が結構あるんで、それは自分かからないので。そうやって考えると営業が難しいのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、さっきの話では結構営業はしなくても来るよって話だったじゃないですか、はい、そうやって考えたらあの営業して振れば少なくとも結構儲かるんじゃないですかっていうのはすごく思っちゃうんですけど、たくさん取れてもう振ってその分ってのは余分に利益取れるわけじゃないですか、はい、っていうことは想定はしてます。自分じゃなくてもいいです。
です。自分の部下に営業やらせて取ってくるとか。ああ、それも考えてます。あの営業の人もちょっと入れたいなっていうのもあるんですけど、ただやっぱその足場の営業やったことあるよっていう人いないんで、全くゼロからになっちゃうと、やっぱ足場ちょっとこうかじってないと、職員としてちょっと やっとかないと、やっぱ現場のこと何も知らない人がこう営業しても多分分かんないと思うんで。なんとなくなんですけど、まあ営業を雇わずに自分たちがあの働いてる人間が一番足場のことをよく知ってるわけじゃないですか。その人間が当然詳しいので、意識持って暇な時間にちょっと行くとか、あのそういうことでも十分営業になると思うんですよ。営業任させるって言ったらいいですかね。そうですね、営業、そうですね、足場あったら やんないと分かんない部分が結構あるんで、うん、実際その考えて分かってても実際現場学んだりすると分かんないことだらけなので、うん、やっぱり実践を積まないと最低でも半年1年ぐらい営業の人でも、ね、なんでその今自分のところのこれから従業員に給料払うじゃないですか。その人間を少しまあ営業任させるというか、一番知ってるじゃないですか。別に営業してこいとかって言わなくてもいいですけど、はいはい、どこに歩いてたってそういうところがあれば、まあ全然その暇時期があった時に休みになってなるぐらいだったら、まあ日当払うから営業しようとか勉強っていうのはありだと思います、ね、意識改革の問題だと思うので、はい、もうそういうことやっても利益上がるんじゃないかなと思いますし、はい、あの当然こちら側も出すって話になったら、はい、続いてもらって永続してもらってお金稼いでもらわないと、はい、こっちもそれが不安で出せないわけですよね。どういうふうに稼ぎますかって、やっぱり不安なのは本当に組から来るのかなっていうところを不安だったり、利益率が大丈夫かなっていう不安がこちらとしてはあるので、こんな質問が多分たくさん出てますから。その不安なんですけど、もし万が一融資していただいて失敗したとしても、今の時点で一応月だいたい50万ぐらいは稼いでるんで、それでもお返しするんで、必ずそれをお返しします。あのこれ返済しても全然、回る感じなんですか、これ今、はい、あのプランの返済のところ見てますけど、これだけ返してもちゃんと回せそうなキャッシュフローはあるんですか。はい、冒頭であの伊佐さんがおっしゃったように、アンナ社長が聞いた質問でね、今日出なかったらどうするのっていう話に対して、社長さんがあのいざという場合には、まあ、俺が協力するよって言ってくれて、はい、あのいざとなった時の協力者がいた時の我々の立ち位置がものすごく微妙だなって思っていて、本当にその人だって君のことを僕らよりも数十倍数百倍、ね、関係性が深くて信頼してる人じゃないですか。その人が貸してくれるんだったら、その人に頼った方がいいのかなって半分思っちゃったりするんだけど、はい、なのになんでここに来たかって話です。はい、まあ、ちょっと自分からお金こんだけ借りたいですと言ったことないんですけど、はい、それをもう言わないでそれ独立したいっていう話をして、そしたらこういう事業内容でまあちょっと話してたんですけど、まあ、その最初のお金は必要ってことで、もう自分で貯めるかもうどうにかするっていう、自分の中でそういう選択肢しかなかったんですね、うん、最初に。でも貸してくださいとはもう今までずっと一回も言ったことないんですけ ど、 なるほど、まあ、それでまあ、ちょっとこのレワントラさん見ててちょっと挑戦してみようっていうのがあって、でこれに挑戦することはその人には言ったの。言いました。なんて言ってた。あと、まあ頑張れって言いました。で向こうから自分は貸してくれなんて一言も言ってないけども、いざとなったら俺が協力してやるって言われてる。そうです、一応そういうふうには言われてるんですけど、うん、自分としてもちょっとあんまり、そうですね、逆に近しすぎて貸しを作りたくない感じ。まあそうですね、一応信用はあると思ってるんですけど、ちょっと契約書次第で解決できそうだな感が拭えなくて、売り上げ450万じゃないですか、まあ、着手金が150で、その納品時とかそう終わった時に300万、合計450万みたいな契約書にて、まあ、何かそんなに珍しいパターンじゃないと思うんですね、はい、でその着手金で150万、つまり3ヶ月分の人件費だけ着手時に確保させてくださいね。あおちゃん、そんな甘いもんじゃないよ。甘いもんじゃないです。いや甘いもんじゃないよ。僕ら素人が考えてるようなことだったら、そんなんもう伊佐さんが言ってることがバカげてるって言われておしまいで、やっぱり建築業界には建築業界のこういう決まりきったルールがあって、そこを我々が提案してこういうふうにだって考えられるじゃないかって言ってみたところで、僕は始まんないと思いますけど、高田さんいかがですか。全く僕もそう思ってて、うん、ここでね言っていることっていうのは、まあもしかしたら あの正解というか、うん、やるべきことかもしれないんですけど、そのあたりでも実際どうなんですか、はい、建築業界で今青さん言ったようなことっていうのは提案とかってできたりするんですか。つまり契約ベースで450万の売り上げが上がる中で最初に150万くださいであったりとか。それは結局それお金借りるってことですよね。それ多分一緒なんで、そのお金借りることと、だからそのこれあくまでその売り上げの見込みなんで、現場によって本当に差があるんで確定じゃない金額っていうのは。で今言ったように それってお金借りるのと一緒なんで、それ普通にお金貸してくださいって言ってるのと一緒から、ちょっと自分はなんか個人的に嫌だなっていう感覚としては借りるになってしまうんですね。それはね、着手金って感じじゃないってことですね。そうですね、うん、